こんにちは、島田です。今回はボスのアンプ&キャビネット IR2 を使った感想と音もね、鳴らしていきたいと思います。今回はね、素直に率直なですね、感想をね、お話しさせていただきたいと思います。まあ、こちらね、話題性もね、非常にあったんでね、気になってる方もたくさんいるかと思うんですけど、僕もね、気になってた最近のエフェクターの一つでございます。まあ、評判がね、めっちゃいいですよね。このボスのコンパクトサイズで IR、 サイズ感といい、価格帯といい、もう見るからにね、使い勝手が良さそうなところがやっぱり一番ね、肝になっているかなというふうな感じです。サウンド的にはですね、この間レビューしたアンプ、ミニアンプですね、刀とか、あと GT1000 とかとですね、まあ遜色ないというか特に変わりなくというふうな感じではあるんですけれど、まあやはりね、このサイズ感というかこのフォルム、刀はね、ボードには入らないし、まあ GT1 も高いし、重いし、でかいと。まあそんな中、このコンパクトサイズで操作性も非常に簡単だし、価格帯もまあ24,000〜25,000円、まあ非常にいいんじゃないかなと。いうところでございます。機能としては、まあ、11種類のアンプモデリングと、つまみはですね、メタルゾーン方式ですね、二重になっております。で、センドリターンもできるようになっていて、アウトも2つある。3バンドの EQ がついていて、アンビエンスですね、リバーブもついてます。で、 PC にも直接接続ができて、2つのですね、チャンネルを切り替えることが可能で、アンプとキャビネットが分かれていて、それぞれにオンオフすることができるというところでね、まあ、機能性的にもね、まあまあ多機能な感じ。まあ、本当ね、これ1台があれば、まあ、通常のアンプでも使えるし、LINE でも使えるというところで、まあ、これだけ聞いてたらね、文句のつけようがね、本当にね、全然ないなというところです。まあ、ただ、個人的には、まあ、ボスのね、アンプシミュレーターで結構ね、癖があって、まあ、それぞれのメーカーね、癖があるとは思うんですけれども、ここね、好みがね、めっちゃ分かれるところだと思います。僕はね、コンパクトエフェクターはね、ボスがね、めっちゃ大好きでたくさん持ってるんですけれど、アンプのモデリングはね、LINE ではね、全然使わないんですよ。まあ、GT1 とか、あとね、GT1000 も持ってますし、もともとは GT001、LINE 録音用のやつですね。これはね、GT100 とほぼ同等な機能がついているものなんですけれども、それもね、やっぱね、ちょっとは使ったんですけど、あんまりね、性に合わなくて、結局、ズームのマルチだったりとか、あとね、最近はニュー X ですね、を使っております。良くも悪くもボスらしさがあるっていうところは、まあまあ、それもね、特徴の一つかなと。じゃあちょっとね、音鳴らしながら行きましょうかね。LINE で鳴らしてる動画はね、結構ね、あるんで、今回は、そのままアンプを使ってね、鳴らしていきたいと思います。ストラトでいくかな。基本的にはですね、フラットな状態で。これはクリーン。アンビエンスね、センターなんですけれども、絞ります。で、真ん中。で、フル。めちゃめちゃ効くわけじゃないですね。ほんのりな感じです。で、ツインいきます。ちょっと歪ませてみましょうかね、原因を。スウィードいきましょうか。ちょっとね、やっぱね、リバーブをちょっと深めにかけたくなるんですね。カッティングもね、このミックス音とかで
ーモンド。まあ AC なのかなこれね。次ねクランチ。好きなのはこれがねブリティッシュですね。これやっぱね絞っても原因僕の中では、これスイッチでオンオフするのであれば、これでクリーンを作って、でもう一個のチャンネルで歪みにすると、これめっちゃいいですね。で続いて。柴田でした。